今日診療所を通り抜けて向こう側奥沢への橋をもう渡れるようにしておくからみんなで見に来てくれよな。オッケー。どうやって橋を架けるの？材木の長さ足りないって言ってたのに。まあまあまあ細かい詮索はなーし。なーし。あれ？なんか不穏な匂いがしますわ。よし、じゃあ今日はみんなで奥沢探検だ。奥沢探検だ。 あれ、僕ちゃんは？あー、真似すんなよな。まあまあ、じゃあ新しくできる橋のところに朝飯食ったら集合ね。オッケー。忘れんなよ。あー、じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お昼にでも、まあ、帰ってこないといけないから、まあ、とりあえず朝にできることを先に行っちゃうっていうのもまあ手だか。そうだね、先に行っちゃうっていうのは手だね。おばちゃんは一回帰ってきてからの時でもいいか。奥沢に行かないと。こっち。今日はさ、あれかな、虫さん少ない日かな。今日少ないね、本当に。メサカはね、ゲット、あのキングゲットしてるからね。いたいた。到着。さあ、ボクちゃん、渡ってみな。なんだか不思議なマークの入った丸太橋だね。へへ、これは安全第一って意味なわけよ。オッケー。あれ？あー、なるほどね。おほー、マジか。強行突破したね。なるほどね。それ、いいの？これあれなんだね。よいっちょ。まあまあいいや。やーい、俺一番乗り。僕は二番だもんね。がっくし。久しぶりにこっちの岸に渡ったらなんだかワクワクするぜ。ワクワクワク。じゃあ今から奥沢探検隊スタートだ。せーの、えいえいおー。いいね、元気そうで。めっちゃ虫とかいるな。おー、油ゼミだー。とりあえず買っとこう。ゲットできるかわかんないからね、持っとかないと。お、来たー、霧島緑しじみ。キングだ、しかも一発キングは嬉しい。これも緑しじみあたりですか。辻黒市長、白鳥か。とりあえずこの辺はあれなんだね、奥沢の子なんだろうね。いっぱいいるね、この MC。 楽しい。ニニゼミ、カワトンボ。音楽終わったわ。ここ蜂の巣あるね。何してんの？ボクちゃん、これクヌギだぜ。クヌギいる？すっごい、僕が見つけたんだ。へえ、なんかいた？虫か。ひどくない？あれ？あれ？なに？やった！やった！
鬼クワガタか。やめときましょう。よいしょ。よいしょ。わあ、いっぱい虫いる。お、大一白文字。大きくないね、ちっちゃいね。なんか振れば振るほど虫が入ってくんね。お、ビッグ緑ひょう、お、緑ひょうもかっこいいね。とりあえず入れときましょう。なになに、よお兄ちゃんのロケット、こんなとこに落っこちてたんだね。お前、危ないから触んなよ。うん、そうだ、部品を取り出して、よお兄ちゃんに持っていかなきゃ。確か、バルブって言ってたけど。え、それってどれ。わからん。わかんないよ。どうするの。また今度かな。お兄ちゃん、諦めるのずいぶん早いね。お兄ちゃんみたいね。じゃあ次も頑張っていくぜ。オッケー。あー、お兄ちゃんに直接言った方がいいんじゃない。若干バキンってなってるね。バルブってなんだっけ、私もわかんねえ。おー、大一白文字だ。どれがバルブかな。ね、よくわからないや。そのバルブにはマジックでバルブと書かれていた。あ、書いてんじゃん。バルブ B。 この橋ちょっと怖いんだぜ。そうなの。ボクちゃんビビらないでちゃんと渡ってこいよ。じゃあな。めっちゃ煽られんな。お、すげえ。うわ、ここ怖いよ。今日はとりあえずこんなもんで許してやるぜ。めっちゃ煽られる。腹減ったしな。あと、こっち方面でうちのわさび田にも行けるんだぜ。わさび田？そう、後で見てくるといいよ。オッケー。じゃ、これで今日の仕上げだ。お、当たれるのった。どんな問題。じゃあ先に帰ってるからな。あばよ。あばよ。やった、奥沢だ。シートテハ。奥沢に行けるようになったのはでかいね。上山しじみとビッグポケットに入れておきましょう。で、あれですね、9時10分か。なるほど、結構まだまだ朝ですね。アゲハチョウとかちょっと逃がしとこうか。今ね、持ってても大変なんで。ノコも出しとこう。あ、いたいた。また今度でいくか。お、ここに帰ってきた。お、めっちゃ近くなるじゃん。めっちゃ近いじゃん。ありがてえな、これは。ないね。これはでかいね。帰ってきたと。じゃあ2階行けるじゃん。おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん。行きましょう。
おばちゃん、おばちゃん。お、お姉さん多分またキュウリ切ってんじゃない？ほら。あ、キュウリ食べる？うん。ね、やっぱりキュウリ切ってた。ありがとう。おいしいね。またキュウリ。さて、洗濯物を干してるおばちゃん、いたいた。おばちゃん、子供たちが山の中に入っていくとちょっぴり心配になるんだ。ねえ、ぼくくん、あまり無茶なことしないでね。はい。特にたけしはやんちゃ坊主だからいや、でもいいよね、いいお母さんだよね。いいお母さん、なんていうのかな、結構なんていうの、はっきりいろいろ言ってくれるおばちゃん、私めっちゃ好きよ。心配してね。それはね、危ないとこ行くの、こう危ない、怖いね。吉田のこと不思議な人だって言っただろ。うん、あれ間違いだったよ。そうなの？それってどういうこと？不思議なだけじゃなくて変なやつだった。変なやつ？英語だとストレンジャー。ストレンジャー、ちょっと強そうな名前になったね。確かにストレンジャー、ストレンジャー姉さん。しかも姉さん、確かにな。ちょっと癖強いよな。わかるわかる。よいしょ。11時前か。よいしょ、よいしょ。お水、お水。ほっ、ほっ。あ、違う。よし。よいしょ。よし、オッケー。おじいちゃんここいるのかな。いない。おじいちゃんなし、おじいちゃんなし。危ない船。おお、いるじゃん。ここの海の綺麗さを例えばダイバーの人たちに教えたら、うん、もっとたくさんの人でにぎわうようになるのかな。にぎわうようになるかもしれないけど、汚れる可能性があるからあまりおすすめはしないかな。でも人が増えたらこんな子供みたいな水着で泳げなくなっちゃうな。うんうんうん。ねえ、ひかりさ、クラゲって好きなんだけど。お、仲間だ。そうなの？実は僕も。やっぱ酢の物にすると美味しいよね。そっち食べる方だった。なんだ、食べちゃう話か。ねえ、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。お願いします。じゃあ今日は読んで。1、2、3、4。はい。お、丸がついた。じゃあこの中から好きな数字を選んで。丸ついた。ひかりんちの今夜かな。なんだか知らないけど夜うちの居間に来てみるといいみたいだよ。どう、参考になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く。もう一回聞く。はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。昼間の海岸、ここだね今ね。どう、参考になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く。うん、赤丸だで、はい、赤丸。じゃあこの中から好きな数字を選んで。よお兄ちゃんの家。よお兄ちゃん、今日は家にいるのかな。どう、参考になったかな。さてと、家にいるんだね。光のおすすめもう一回聞く。はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。夕方の診療所。これってなんで夕方なのかしら。
なんだか気にならない？気になるね。どう？参考になったかな？なったよ、ありがとう。さてと、光のおすすめ、もう一回聞く？じゃあ、また占って欲しくなったら声をかけてね。オッケー。さ、じいちゃんとこ行こう。じいちゃんとこ行って、じいちゃんとこ行って、で、なんだ？めっちゃ飛んでんじゃん。よお兄ちゃんとこ行って、あ、剣棒。よし。なんかいっぱい飛んでんな。ちょっと待って。うわ、お昼だ。お昼だ。やばーい。よいしょ。よいしょ。じいちゃん。いたいた。先生ったら最近ひどくお疲れみたいです。どうしたのかな？夏バテでしょうか？健康にはちゃんと気を配ってらっしゃる方だから、うん、もしかしたら何か悩みでも。何かな？どうしたの？ねえ、この診療所ってお客さん少なそうだね。こらこら、ここは診療所じゃ、うん、お客さんとは呼ばんのじゃよ。患者さん。年を取るとどうも肩が凝っていかんな。肩叩きしてあげるよ。ねえおじいちゃん、肩叩きしてあげようか？ほう、それはいいの。じゃお願いするとしよう。ほーい。さあ、肩叩きです。昨日はね、誰にもしなかったからね、お立ちもらえなかったんだよね。うん、その調子じゃ。よし、終わった。どうもありがとう。いいえ。楽になったわい。そう？それはよかった。ね。はい、これはおだちんじゃ。わあ、10円だ。ありがとう、おじいちゃん。ありがとう。ひひ。さてと。どうしやったら一番いいんだろうか、時間的に。難しいね。まあいつもの通りに行くか。それはいいよね、いつも通りで行こう。奥沢に行って、あ、そこ奥沢か。草は探検しながら帰ってくのも一つの手だったけど、まあまあいいでしょう。仕方がない。ほっ。いないですね。
キベリタテハのビッグが来たよ。まあまあビッグならワンちゃん。取れん。またあれだな、虫かごパンパンのちっちゃ。虫かごがすぐいっぱいなる。まだいるかな。1、2、こっちの方が早いか。ちょっと待って、めっちゃトンボいない？トンボしょ？鬼ヤンマか。これは？キリギリス。この子捕まえれんか？あ、捕まえれる子。やった。なん。こっから降りて、いやこれはええんかも。下行った方が早かったかな。あ、いない。残念。ここ難しいよな。やっぱ1時までか、船頭さんは。そうか。難しいね。お兄ちゃんの家か。お兄ちゃんは、おお、いっぱいいるね、今日。あ、なんかいる。ほっ、なんだ。おんぶバッタ。お兄ちゃんは今日は家かな、言うてたね。家の方らしいね。家の方にいる？本当？なんか見えない虫捕まえた。アゲハチョウのビッグ。ビッグか。見えないやつまた捕まえた。何？アゲハチョウのビッグ。今逃がした子でしょ、君。あれ捕まえれる？まだなんか見えないもん捕まえた。何？アゲハチョウ、だから君逃がした子でしょって。アゲハチョウめっちゃおるやん、ここ。びっくりするわ。ヒメシジミ。持ってないですけど。あ、いた、ほんとだ、いるわ。エロー。こんにちは。いや、君か。ねえ、お兄ちゃん。お兄ちゃんってここに一人で住んでるの？うん。うん。ほんとは親父がいるんだけど、あの人は奥沢淵の方にある炭焼き小屋にこもりっきりだから。たけしちゃん、しげるが遊びに来てくれることもあるけど、それ以外はいつも一人っきりなんだ。やすこお姉ちゃんは全く来ないの？あれ？なんでやすこちゃんのこと知ってるの？ここへ来る時の船で一緒だったんだ。そうなんだ。あの子とは物心がついた頃からずっと二人で遊んでたんだけど、あっちが1年先に小学校に上がってから、なんだか僕のことなんかどうでもよくなったみたい。そんなことはないんだけどね。ねえお兄ちゃん、僕こんなものを見つけたんだけど。どうぞ。なになに？うわ、これホジロケットのバルブじゃないか。これで次の打ち上げではちょっとだけお金が節約できるよ。それはよかった。ありがとう。いいえ。はい。今じゃあっちは高校生のお姉ちゃんって感じで、なんだか恐れ多くて声もかけられないよ。そうなんよ。声かけたらいいのにね。
そんな気にしてないと思うよ。二人して禁止して。いるかな。またわさわさしてたら出てくる。そんなことなかった。さあ何時だ。時間やね。そこそこ時間やね。じゃあ病院の方行きますか。そこそこ時間ですな。そう、病院にもね、夕方頃には行かないといけないでしょ。あら、猫ちゃん。にゃおん。かわいい。癒しだ。じゃあね。またね。蝶々とかはいっぱいやっぱいるんだけどな。セミとかはやっぱなかなかゲットできんすね。難しいね。さてと。おいせ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 。カゴがいっぱいだ。よいしょ。よいしょ。よっしゃ、ほいさ、よっしゃ、ほいさ。よし。なんか捕まえたぞ。おー。この子のビッグも欲しいところだけど、なかなかね。あれ？お、なんか出てきたよ。なんだ。やった！ノコか。ノコか。ノコはいらんな。ノコはいらんな。まだ3時か。ちょっとこっち側行くか。へい。なかなかだね。難しいね。ちょっとノコ逃がしとこうかな。とりあえず。ね、ノコはよくゲットできるもんね。これで一匹だけ枠が空いたね。今日の夜ビッグの子たちちょっと一回出すか。3時か。ふっ、あ、違う。あっちの黒い子たちが欲しかった。買うじゃない、間違えた。買わない、間違えた間違えた、ごめん、間違えた。その黒い子。なかなか難しいですな。ほっ、よし、捕まえたよ。粘れるね。ほい。お、ビッグ来た。とりあえず買っとこう。ビッグ来た。ビッグはありがたい。キングが来てくれたらもっと良き。
りゃ。どうや、うん、来ない。そろそろやばい、そろそろやばい。まだいける、まだいける。君だ。なかなか混んですな。ほい、あ、違うコツ捕まえたかも。いや、難しいね。おじゃ、お、そろそろ時間ですぞ、そろそろ時間ですぞ。行くぞ。日暮らしも泣き始めたし、行きましょう。日暮らしが泣く頃に、よっこいせー。よーし、時間ぴったり。こんにちは。ねえ、お姉ちゃんの家族ってどんな人たちなの？え、家族？うん、まあ、時代によっていろいろ変わったから。ほ？おじいちゃんとおばあちゃん、お父さんとお母さん、そして可愛い女の子が二人いるんだ。へえ、そうなんだ。辛いことも悲しいこともあったけど、でも家族がいたから。え、どういうこと？教えない。教えて。だって大事な家族のことなんだもん。そっか。そういえばさっき木からセミが落ちるの見たんだ。それでどうなったの？死んじゃった。あらら。すげえ顔してた。死んだセミはどうなるの？土になるの。へえー、そうなんや。じゃあね。ホタルが光ってるもん。この時間にホタルいるってすごいよね。ホタルじゃないのゲットしたの？何？あは、顔はとんぼ。これね、緑色のやつホタルね、これね。ほら、この時間にホタル光ってんだよ。すごいよね。そういえばね、ウェザーニュースでしたっけ？あれでもね、ホタル情報みたいなのが出てましたね。ホタルの時期でございますよ。なんかいる。なんだ、スズムシかな。あー、ヒメバッタか。キングじゃないね。なかなかキングが取れんですね。お、結構いるぞ、ここに今。なんだ、少量バッタ。そういえば全然釣りしてねえな。釣りもしないとね、そろそろね。捕まえれん。全然捕まらんのよ。あ、捕まえた。マツム、あ、ここにもマツムシいるの？なんだ。もう全然いないと思っとった。ここにもマツムシいるんじゃん。なんだ。じゃあここでさ、割と粘ってもいいわけじゃないですか。まあ、ええんやけどな。何この子、キラキラ光った。そんなさ、何ゲーミングな虫なんかいたっけ。モンシロチョウだった。めっちゃキラキラ赤やらないやらって。おー、いるじゃん、サイモン。ねえ、サイモンは夕日を見て何を考えているの？何も考えてないよ。そうなの？ただこの光に包まれてる自分を幸せに思うだけさ。幸せに思うだけ？そう、これほど単純にそう思える出来事は世の中にはあんまりないからね。なるほどね。後ろにめっちゃバッタいるんだよな。それが気になってしまった。捕まえた。
殿様バッタちっちゃいね、小ぶり、超小ぶり。うぃー、これなくなったよね、今時ないよね。5時までまだ時間があるのか。おばあちゃんとこ行って帰ってくるのもあり。どうしようかな、悩ましいね。おばちゃんとこ行って帰ってくるっていうのも一つの手ではあるが、どうしましょうかね。どうしましょうかね、どうしましょうかね。あ、他なんか書けない。赤星ゴマダラ、赤星ゴマダラか。赤星ゴマダラはもうビキングがいるんだけどな。めっちゃ虫いる。赤星ゴマダラしかないのかな。あれだな、もうちょっとしたら奥沢がメインに行かないといけないね。アゲハチョウはせっかくだったらキングがやっぱりちゃんと欲しいところではある。ここで虫狙ってるぐらいだったら上のところで狙った方がよかった。今何時？わあ、もう来るじゃん。一回上上がって、ここでいないか。虫はいねえが、虫はいねえか、虫、虫はいねえか、虫はいねえが、いねえな。降りて、よし、ほら。いっぱい捕まる、捕まるんじゃない、下降りたいんだよ。お、よいしょ。お客さんって私のことを船長さんって言いますよね。うん。あれ、何かいけないこと言いました？いいえ。船長さん、確かに船長さんっていうね。船頭さんね。今日お客さん以外に私のことを船長と呼ぶ人がいたんだけど、うん、昼間その人と少し揉めたんです。え？その時なぜか あなたのことを思い出しました。どういう意味ですね？いや、意味なんてありません。ただあなたのことを思い出した、それだけのことです。おつなんてめんどくさいね。めんどくちゃいね。行こう。おばちゃんのとこ行くぞ。おばちゃん。ご飯ご飯。わあ、昼間おじちゃんの話聞けなかったんが痛いな。まあ、しゃあねえな。おっぽちゃん、ご飯は何ですかと。ガラッとな。鮭、何これ真ん中のやつ。エビかな、わからんな。タラ、タラコもあるよ。キュウリとナスあるね。キュウリとナスはヒントかな。なーに、晩ご飯クイズ。ボク君、今日の晩ご飯は何だと思う？何かな。イサキの蒸し煮、ホクホクコロッケ、ステーキ。
ナスとか関係ないから虫に。じゃ今日の晩ご飯楽しみにしててね。オッケー。海に潜ろうじゃ今日は。潜ってメダル見つけたいな。メダルないかな。だってさ、まだ全身なんだで。そんなのある？全然見つからんのよな。私の探し方が悪いのかもしんないけど、いろんなとこ探してんだけどな。多分探し逃しがいっぱいあるんだろうな。何気にこの探索って難しいよね。フルートな。ないかな。キラリと光る。何気にさ、海にさバルブとか落ちてんのかな。そういうのも気になるよね。あ、ローズ変わる。ガダブン。やばい。あぶねえ。死ぬ。あかん。あの深さは無理だね。危ないね。なんか一瞬音鳴ったから、あそこの先に本当はなんかあるんだろうけど、ちょっと、なんていうの、足りねえ。息的に足りねえ。もうちょい増やさんと無理だな。魚か。一瞬キラキラって光ったからなんかなと思ったけど、むずいよね。どこにあるんだろうね。あ、滝だ。滝の底とか。やばい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 。死ぬ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 。危ない危ない危ない。あれ奥続いてんのかな。もうなんか潜りたいとこいっぱいありすぎて困る。このこっち側潜りたいとこが多すぎるよ。ねえなー。で、奥沢から海って行けるのかな。奥沢から潜ったところももしかしたらなんかあるかもしんないけど、次回ね、行けるところ、行ける日にね、奥沢からの海に行きたいですね。よくせ。6時ですな。でかいのいる。そこに、そこにでかいのがいる。その子はオブジェ？あ、捕まえた。捕まったよ。おー！この波長来たー！この波長のキング。これは嬉しい。これは嬉しいぞ。この波長のキング来ましたよ。この子は持ってない、まだ。ね、この波長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 。この波長、この波長、この波長、この波長出す。OK。多分この波長、これで入ったよね、ちゃんと。
オッケー。夜明けよう。うわーい、嬉しい。この波長のキング来た。嬉しい。でかさ全然違うよね。そう考えるとね。飯だぜってくるかな。あら、いない。もう一匹、もう一匹、くそー、飯だぜ。飯だぜ。おいよ。なんだか相良のおじいちゃん、元気ないのよね。あのじいさんならまだピンピンしてるぞ。でも、道ですれ違ってもため息ばかりついてるの。安子ちゃんに聞いたら、うちでもそんな感じなんですって。きっと何か悩みがあるんだよ。じゃあ、いただきます。いただきます。これなんだろう、晩御飯。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、あれ今日水やりしたっけ。なんか後で、ね、時間は余裕あるから夜の。最悪後でもう一回やっとこう。僕たち診療所の奥の方の森へ入ってきたんだ。うん、落っこちたロケットがあったよ。この前のロケット？そうだよ。周りの森、山火事になってなかった？なってない。うん、ちょっとだけ焦げてたけど、でも大丈夫だったよ。そうなんだ。おばちゃん、ちょっと安心したよ。うんうん。今日の晩御飯は、おし、虫煮の虫煮と、たらこと糸こんの炒め煮に、たらこあったよね。うちのガキンチョの大好物、タコの唐揚げをおまけしちゃいました。そう。僕くん、大正解でした。今日もなんだか疲れちゃったな。トントンしてあげる、トントン。ねえ、おばちゃん、肩叩きしてあげる。え？本当にいいの？じゃあ、ちょっとだけお願いしようかな。はーい。テントントントン、タタタタキ。トン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 、カタタタキ。トントコトン、トントコトン、スットントン。終わった。ありがとう。じゃあ、お立ちにあげるね。ありがとう。やったー、10円だ。うわー、10円だ。ありがとう、おばちゃん。よし。落書きしないや、今日。かけ。やっぱりバーカか。まあ、ここまで来たらついでに奥行こう。テントン、テントン。あい、ないし、どこ行ったの？風呂か。お風呂、お風呂、お風呂、お風呂。8時。9時までだから先に行っちゃおう。お風呂、お風呂。ああ、じゃあサイモンだ、お風呂入ってんの。こんばんは。こんばんは。昼間の仕事で疲れた後にこうやって湯に浸かるのもいいけど、うん、何にもやらなかった日に湯に浸かるのもなかなかいいもんだよ。お風呂が好きなだけだよね。ここのお風呂はいつでも最高ってことさ。なるほどね。何してんの？ブクブク、やるやる。でも、ブク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 。よっしゃん、オッケー、おめかし完了。行こう。いなかったね、にしてもね。とりあえずおじいちゃんとこ行って。よっこいしょん。
不安だから水やりしよう。やったっけなぁ、わかんないや。まあ1回やろうが2回やろうが問題ないから大丈夫。よしよし、オッケー、水やり完了。いないいない、あ、いったー、何してんの。奥沢の探検なかなか面白かっただろう、うん、まあ都会っ子にはちょっと大変だったかもしれないけどね。ムカつくしげる相変わらず。そんなん言うからひかりちゃんに嫌われんねん。僕くんがデートに誘われんねん、ほんまに。どうでもいいけど、あのあたりってすごいたくさんセミがいたな。いたね、セミめっちゃいた。セミはでもあれなのかな、夏前半しかそんな取れないのかな。だったら早めに取らないといけないよね。時期って確かあるはず。そうそう、なんかね、後半になると塩、わー、お姉ちゃんが下にいるね。塩辛トンボとかになったりもするんよね、確かあれね。こっちは知らんけ、あ、なんかおる。から、こまめにやっぱ虫はゲットして置いとかないとはいけないよね。持ってないとやつとかね。登録だけ、登録だけする？これね。もうちょっとしたらちゃんと登録していかんとね、だからね。ヘロー。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。オッケー。じゃあ今日は2ね。オッケー。1、2。はい。お、丸ついてる。じゃあこの中から好きな数字を選んで。夕方の海。ヨシカさんってギターまで弾けるんだね。海の家ね。どう？参考になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く？はい。はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。どうでもいいけど、看護婦の渚さんが最近めっきり綺麗になったのよね。一体何が起こってるのかしら。どう？参考になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く。はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。光んちの今、なんだか知らないけど、夜うちの今に来てみるといいみたいだよ。どう？参考になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く。はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。よお兄ちゃん、どう？参考になったかな。よお兄ちゃんの家か。さてと、光のおすすめもう一回聞く。うん、大丈夫よ、ありがとう。じゃあ、また占ってほしくなったら声をかけてね。オッケー。おじいちゃん、どうしたの？なんだか最近、死んだ家内の夢ばかり見るの。そうなんだ。寝不足なの？いや、むしろぐっすりと眠れるのじゃが、目覚めた後が悲しいのじゃ。悲しいね、それはね。わしゃ医者じゃ。死んだ家内や息子がもう戻ってこないことを十分に理解しておるのじゃが。そうか、ここのお父さんやっぱりお亡くなりになってるんだね。寂しいな、それは。そっか、やっぱ亡くなってるんだ。おお、捕まえた。なんかいる。ほい。ほい。へい。よ。とりゃ。捕まった。ちっちゃいな。お。おりれ。何やってんの？以前おじいちゃんに聞いたことがあるんだけど、うん、うちのお父さん何やらとんでもないものを海で見つけたって何度も言ってたらしいんだ。へえ。
でも誰もそのとんでもないものを見てないんだよね。でね、その頃からなんだ、うちの改造の続きやら高価な望遠鏡の話やらが始まったのは。そうなんや。お父さんもういないんだし、こんなこと考えてもしょうがないのかな。海なんかあるんかな、海の奥底になんかあるのかな。ちょっと気になるね、それもね。さあ2階にも行きたいから2階にも行きましょう。ギリギリかな。サイモンたち見えないのか。こっからサイモンたち見えたら一番いいんだけどな。よいせ。あ、サイモンだけだ。サイモンはここで夜の虫の声を聞いてるのが一番好きだな。これは話聞いたことあるね。お姉さん部屋かな、お風呂か部屋か、どっちかだね。いる？いない。お風呂だな。じゃあいないわ、残念でした。お風呂に入られるともうこっち何もできないからね。よし、じゃあ寝ましょう。よし。あちちちちち。オッケー。虫。この波長でけえなー。この波長。枯葉にそっくりなんだけど、表はキラキラ綺麗な模様。君は本当はどっちの姿？君の本当の姿はどっちか。よいしょ。じゃあ次。ビッグの子出していこう。殿様バッタ。殿様バッタ。殿様バッタ。日本で一番大きなバッタだね。高く飛んで旅をする小さな小鳥にも見える。なるほどね。この子が、この葉？この葉だっけ？この葉だね。オッケー。あうあう。この葉。他今日いたっけ？おお、いたいた。霧島緑しじみ。霧島緑しじみ。木の上を波のように飛んでいく。よう？ようの、あ、ん？飛んでいく。ようの羽が？なんてなんて。飛んでいくようの羽？違うよね。太陽のようだけど、なんていうんや。様？まあいいや。光が羽をキラキラ輝いてとっても綺麗なんだ。霧島緑しじみね。いいですね。ほっ。で、鬼ヤンマ、ニーニーゼミ、鬼クワガタ、定山しじみ。定山しじみ。山の中、岩場に行くと飛んでいる。崖に生える花が好きだからなんだって。定山しじみですね。いいですね。よいしょ。OK。あとは何かいたっけ？ビッグの子たち。おー、
緑氷紋。緑氷紋。春に大人の蝶になるけど夏の間は寝てるんだ。ヒョウ柄の模様が目立つ蝶。なんかこっちですね。え、こっちどっちだっけ。霧島はあってる。あ、定山しじみはこっちだった。失礼しました。定山しじみはまだですね。まだですね。でもこれ、あ、でもまだ下行けるのか。なるほどね。上しかないかと思ってた。キベリタテハ。キベリタテハも出しておきましょう。キベリタテハ。森や林に住んでいて、静かにふわりと飛んでいく。花より、花の蜜より樹液の方が好きなんだ。へぇー。ビッグの子たちもそこそこ増えるけど、キングもまあまあ、ぼちぼち。ぼちぼちって感じだね。こんなもんかな。上は？あ、またいた。黒日陰。あ、そうだそうだ。さっき捕まえたんだ。黒日陰。羽の模様は目玉の行列たくさんあってややこしい。クヌギの木樹液が好物なんだって。この気持ち樹液、樹液族なんですね。お、すごい。あ、すげえ、こんな風に出てるんだ。アブラゼミ。ヒメジャの目。花よりもイチジクやカキが好きなんだ。明るい草地がお気に入り。都会よりも都会にも散歩しに来るよ。へえ、そうなんや。よいしょ。ってことでとりあえずこんな感じですね。ビッグとかだけですけどね、登録はね。もっともっとね、いっぱい捕まえないとね。やばいね。よし、さあ、今日は奥様だと思うから大丈夫だと思うんだけどな。見たくないね、これね。今日は特に何もない、実にとってもかなり素晴らしい一日だった。これはもうやだ。一回だけでいい。せーの、はい。よし、よし。8月9日。たけしやしげると奥沢探検。怖いところもあったけど、森も湖も綺麗だな。